IBM709 の制御パネル IBM709 は IBM が1958年8月に発表した初期のコンピュータシステムの一つ IBM704 の改良版である IBM709 では入出力のオーバーラップ機能間接アドレス指定重心数命令などが追加されているワードは36ビットでアドレス空間は 32K ワードであり 1>, 1秒間に4万2000回の加減算または5000回の乗算が可能とされていた。オプションのハードウェアエミュレータで IBM704 のプログラムを実行することができた。これは初の商用エミュレータである。レジスタとよく使われる704命令が709のハードウェア上でエミュレートされた。複雑な704命令は709のソフトウェアでエミュレートされている。 709は真空カムを使っている。709をトランジスタ化したのが IBM 7090で1959年11月に登場した。バッチ処理 OS のフォートランアセンブリープログラムは709向けに開発されたのが最初である。IBM 709の持つレジスタは次の通り。デクリメントレジスタとはインデックスレジスタであり、ベースアドレスからその値を引いて、 実行アドレスとするため、このように呼ばれた。2の歩数で加算を行う命令も用意されていた。1命令で3つのデクリメントレジスタ全てを関与させることもできる。命令にある3ビットのタグフィールドは各ビットがそれぞれデクリメントレジスタに対応しているので、複数を ON にすれば複数のデクリメントレジスタをアドレス計算に使用できる。ただし、 その場合、デクリメントレジスタの内容を加算するわけではなく論理話で結合する P12 命令形式にはタイプ A からタイプ E まで5種類がある。ほとんどの命令はタイプ B 形式である。タイプ A 命令形式はプレフィックス3ビット、デクリメント15ビット、タグ3ビット、アドレス15ビットから構成される。プレフィックス部は命令の種類を指定する。 デクリメント部は命令結果を就職する即値を格納するか命令の種類指定に使われる。タグ部はインデックスレジスタを指定し指定されたインデックスレジスタの内容がアドレスから引かれて実行アドレスとなる。アドレス部はアドレスか即値オペランドを格納している。タグフィールドで指定したデクリメントレジスタの内容に基づいて条件分岐する命令もある。 プレフィックスの2ビット目と3ビット目が共に0の場合、タイプ B と判断されるため、タイプ A の命令は6種類しかない。タイプ B の命令形式は、12ビットの命令コード、2ビットのフラグフィールド、4ビットの未使用フィールド、3ビットのタグフィールド、15ビットのアドレスフィールドから構成される。タイプ C、タイプ D、タイプ E は特殊な命令で使われた。 タイプ A の命令形式のように、データワードをプレフィックス、デクリメント、タグ、アドレスのフィールドに分けて操作する命令があり、ワードの他のフィールドを変更せずに、特定のフィールドだけを操作できる。704から709での主要な改良点は、次期コアメモリの容量を増加させた点と、独立した、I、O チャンネルを初めて採用した点である。704では I、 オーオシュプロセッサのプログラムが直接制御していた。709には IBM766 データ、シンクロナイザーが付属し、2つの独立したプログラムされた I-O チャンネルを提供している。IBM766 は最大3台接続でき、それぞれが最大20台の磁気テープ装置やパンチカードリーダー、パンチ、プリンターを制御できる。 これにより接続可能な周辺機器数は6倍となり、主プロセッサがプログラムを実行中も並行して、複数の入出力を進めることができるようになった。IBM 738マグネティックコアストレージも709向けに登場した。この装置の次期コアドライブ回路は、真空管で構成されているが、リードセンス用アンプはトランジスタを使用していた。ありがとうございます。